未だに商売になってるって素晴らしいですね。すごいですね。はい、確かに。もう映画って僕思うんですけど、うん、確かね、大ヒットするっても大事なんだけど、うん、5年後、10年後でも見られるものにしとかなきゃいけないなって、うん、見られるっていうことは、お金になるってことです、うん。なるほど。プロデューサーはお金を生まなきゃいけないですから、うん、ずっと、10年、20年、30年、40年、50年後も見てお金になるもの、うん、で、その出資者に還元できるものにしとかなきゃいけないなとはちょっと思いますね。うん、なるほど、うん。次の企画、動き始めてます。ちょっとコロナでいろいろ準備が遅れちゃった、はい、なるほど、うんうん、来年中にクランクインできればいいかな。なるほど。結構な規模で作られる、やっぱり小規模ですか。全部ねゴールできるかどうか分かんないから、うん、映画って。うん、ゴールできないっていうのは、お金が集まらないとか、役者さんが決まらないとかさ、いろんな事情でストップしちゃうこともあるから、絶えず企画は複数動かしとかないと、あ、結局1本やってて1本もろにならなかったらまた準備にね2年3年平気でかかっちゃうんですよ、うん、まあ、3年はかからないけどね、平気で1年から2年はかかるから、うんうん、じゃあ今後も作り続けていただきたく、今日はこの辺でお話終了させていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて第3回目のカタルシネマ、あっという間に終わってしまいましたが、吉川さん今回はいかがだったでしょうか。映画を作るプロデューサーというものがいかに大変か、もうそして楽しいか、永田さんの言葉で非常によく分かったと思うんです、はい、何よりも永田さんが映画を作る際に、大切にしているのは人とのつながりと、それから、映画への愛情ですね。それが本当によく分かった、今日のお話だと思います。ゆうちゃんいかがでしたか。はい、もう今まで触れてこなかった世界もまさにこう映画の裏側の世界を知れたっていうのが本当に一番の収穫で、でもやっぱり根源にあるのはもう映画が大好きで映画を見続けたい、そしてその楽しみをみんなに知ってもらいたいっていう情熱、愛情が本当に感じられました、うん、まあ、そしてもうなんといってもこのロマンスドール、これを永田さん、そう、永田プロデューサーの、はい、最新作ですね。最新作、今絶賛レンタル中でもございますけれども、はい、なんとそれを直々にいただいたので、これはもうぜひお家に帰って即見たいと思います。そしてお話の中にも出てきたこのアンダーヨベッド、こちらもそうですね、面白そうなので、うん、ぜひ見てください。はい、次回のカタルシネマボリューム4につきましては1月末を配信を予定しております。詳しい情報につきましてはカタルシネマの各 SNS について、情報を発信していきます。チェックとともにフォローもよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。